日本にこんな料理があるなんて。ハリソン・フォードがアメリカのトーク番組で日本の料理を熱弁したことが話題になっています。ハリソン・フォードといえばスター・ウォーズやインディ・ジョーンズなどの超大作でもおなじみの有名なアメリカの大スターですよね。2023年にはインディ・ジョーンズの最新作が公開され、80歳を超えた今でもハリウッドの最前線で大活躍しています。そんなハリソン・フォードは自身の体型を維持するため普段から健康的な食事を心がけているといいます。主食はパンや米ではなくジャガイモ、食物繊維も入って健康的だからね。ジャガイモといえばやっぱりドイツ料理だよね。しかし彼が来日した時、日本のあるジャガイモ料理を食べて衝撃を受けたといいます。ハリソン・フォードを驚かせた料理とはどのようなものだったのでしょうか。今回は日本でハリソン・フォードが食べた衝撃の料理とそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。環境への啓蒙、ハリソン・フォードの影響力と健康法。名優ハリソン・フォードは1973年の映画アメリカン・グラフィティで注目され、その後はスター・ウォーズのハン・ソロ船長役でブレイク。インディ・ジョーンズシリーズでは長年主演を務め、今や映画には欠かせない存在となっています。まるで絵に描いたような俳優人生を歩んでいるように見えるハリソン・フォードですが、実は彼にも苦しい下積み時代があったといいます。彼は20代の頃は全く鳴かず飛ばずで、生活費を稼ぐために俳優以外にも大工の仕事をしていたんだとか。世界的に有名なハリソン・フォードに不遇の時代があったなんて意外ですね。1977年にスター・ウォーズが世界に公開されるや記録的なヒットを飛ばし、それまで無名だったハリソン・フォードはたちまち大スターとなりました。そこからずっとセレブ街道を歩み続けている彼ですが、若き下積み時代に培った演技の道で食べていきたいという思いにはブレがなく、80歳を超えた今でも俳優を引退するつもりはないと明言し、若い頃と同様に体型の維持に努めているそうです。健康でアクティブで調子よくいられることが何より楽しいんだ。彼はアメリカの新聞 USA Today でこう語っています。健康的な食事を選び、大自然の中でアクティブな生活を心がけている。その日々の努力が見た目に現れているのですね。また彼は環境問題にも関心を持っています。牧場を所有している彼は気候変動や地球環境の悪化を肌で感じ、出演作の選定から人道支援活動に至るまで常に自然環境との関わりを重んじてきました。彼の環境活動は映画インディ・ジョーンズとも密接に関わっています。この作品は歴史的考古学的な視点から人知を超えた謎に挑み、その知識を未来に生かすことをテーマにしています。2023年シリーズ最新作インディ・ジョーンズと運命のダイヤルが公開されました。この物語の舞台はアメリカと当時のソ連が激しい宇宙開発戦争を繰り広げていた1969年。デジタル技術によって若返ったハリソン・フォード演じるインディ・ジョーンズが地球の謎に挑むシリーズの集大成ともいえる作品です。最後の冒険にかけた思いを彼はインタビューでこう語っています。これは単なるアクション映画ではない。全ての世代において家族で楽しめる映画なんだ。みんなに見てほしい。人類の歴史を変える運命のダイヤルを。そして異常気象や環境破壊は決して映画の中の出来事ではないことをみんなに知ってもらいたいんだ。予想をはるかに上回るスピードで進む気候変動に焦点を当て、ハリソン・フォードは自身の影響力を持って人々に環境保全の視点を啓蒙しているのですね。ヘルシー生活の秘密はこれ。ハリソンと和食の深い関係。ハリソン・フォードの健康的で環境に配慮した生活スタイルは有名です。彼は自分の体や地球への悪影響を考え、魚や野菜中心の食生活を重視しています。また彼は若い頃から日本によく来ているそうで、特に日本料理には並々ならぬ関心を持っているのだとか。2008年フジテレビのスマップスマップという番組でハリソン・フォードはビストロスマップのコーナーに出演したことがあります。これは当時スマップのメンバーたちがゲストのオーダーに合わせた料理を作り、ゲストに審査してもらうという人気の料理対決でした。ハリソン・フォードがオーダーしたのは日本料理。いかにもアメリカンセレブな感じのハリソン・フォードですが、お箸の持ち方も自然で日本食にかなり慣れている印象でした。全ての料理にベリーグッドの連発でしたが、
アメリカじゃタイがあまり食べられないから、タイご飯は新鮮だったよ。とメンバーの作ったヘルシーな魚料理に関心を寄せたのです。そんなハリソン・フォードは2017年、SF 映画の金字塔ブレードランナー2049の公開記念として来日しました。この時は9年ぶりということで、完全にオフの日を用意して日本を満喫する計画だったそうですが、運悪く台風21号に直撃され、ホテルから外に出ることができず残念だったと語りました。ですがこの来日後、アメリカに帰ったハリソン・フォードはテレビのトーク番組で、この時食べた日本料理のことを熱弁したのです。ずっと外に出られなくて、せめて日本の食事ぐらいは楽しみたいと思ったんだ。でも寿司や天ぷら、すき焼きは食べたことがあるからね。何か特別なものが食べたいとリクエストしたんだ。するとコンシェルジュはこんな提案をしたそうです。お客様は普段から健康的な食事を心がけておられると聞きます。ならば特に工夫のない日本の家庭料理はいかがでしょうか。元がヘルシーな日本食なら、基本的な煮物中心の家庭料理が最もバランスの取れた食事だというのです。しかしすでに10回も来日しているハリソン・フォードはさらに要望を付け加えました。和食は米が中心だよね。でも今回はジャガイモが食べたい。最近食物繊維も豊富なジャガイモ料理が気に入っているんだ。日本料理にも精通しているハリソン・フォードは、ご飯と味噌汁、卵焼きや煮物といった和食の定番も熟知しており、普通の和食をあまり新鮮には感じていないのでした。加えて最近は健康を考慮してジャガイモを主食とするようにしていたということもあり、米ではなくジャガイモが食べたかったのです。日本では米が主食であり、ジャガイモをメインにした料理などないと思っていたハリソン・フォード、台風で外に出られなかったこともあり、あえてコンシェルジュに意地悪な注文をしたのです。和食の神髄を味わう、ハリソンが語る肉じゃがの魅力。するとコンシェルジュは特に困った様子も見せず、笑顔でうなずきました。お任せください。颯爽と部屋を後にするコンシェルジュを尻目に、ハリソン・フォードは苦笑します。ジャガイモ料理といえば、やはり本場のドイツが一番美味しいに決まっている。和食の美味しさは承知しているけれど、自分の舌を満足させるジャガイモ料理など日本には存在しないだろうと高をくくっていたのだそうです。しかし間もなくスイートルームにその料理が運ばれてきた瞬間、ハリソン・フォードは甘く香ばしい匂いに思わず身を乗り出しました。その料理というのは日本の家庭料理の定番、肉じゃが。彼は一目見るなり、その美しさに衝撃を受けたといいます。牛肉の黒、人参の赤、玉ねぎの白、さやえんどうの緑、そしてひときわ存在感あふれるじゃがいもの黄金色。見るからにしっとりと柔らかく煮られているのがわかります。彼は我慢できずすぐに箸を取りました。そして口に入れた瞬間、あまりの美味しさに声を上げたのです。ほろほろに煮込んだ甘い肉と旨味がたっぷり染み込んだ野菜、そして何ともホクホクと柔らかいじゃがいもの食べ応え、まさに神業だ。ハリソン・フォードは一口でこの肉じゃがにはまってしまったのだそうです。こんなに美味しいじゃがいも料理は初めて食べたよ。日本でドイツのじゃがいも料理を超える料理に出会うとは。これは本当に日本料理なのかい。するとコンシェルジュは驚くべき話をしました。この肉じゃがは元はビーフシチューが発祥と言われています。ある海軍の長官がイギリス留学時代に食べた味が忘れられず、日本の料理人に命じてビーフシチューを作らせたのだそうです。ですが当時の日本ではワインやデミグラスソースなどもなく、料理人が試行錯誤して日本版にアレンジした料理がこの肉じゃがなんですよ。肉じゃがの発祥地は諸説ありますが、この海軍大将であった東郷平八郎がビーフシチューを模して作らせた説が有力で、1995年には京都府の舞鶴市が肉じゃが発祥の地として名乗りを上げています。ですから純粋な日本料理というわけではありません。日本人の好みを反映した洋食とも言えるでしょう。けれども和食というのは本来異文化を積極的に取り込んできた料理なんですよ。豊かで時に厳しい自然環境の中で、日本人は自然を敬い、その恵みに感謝する心を育み、それが日本独自の食文化の土台になっています。自然を敬う心は食材を無駄なく大切に使う料理法を生み出し、また日本に入ってきた海外の食材や調理法も否定せずうまく取り入れ、日本人に合うように発展させてきたのです。ハリソン・フォードは
このような日本の他者意識を基盤として生み出された肉じゃがの発祥に感銘を受けるとともに、その土台ともなった日本文化の寛容さに深く敬意を表したのでした。日本料理の重要性とハリソン・フォードの地球意識。日本料理の重要性はこの肉じゃがだけではありません。カレーライスやラーメン、焼肉なども世界に誇れる国民的日本料理ではありますが、インドや隣国のC国、K国の料理の影響を受けていることは一目瞭然ですよね。しかし2022年12月、ヨーロッパの旅行サイトテイストアトラスにおいて、なんと日本のカレーが世界で最も美味しい料理で1位に輝いたのです。この結果にインド人が激怒しているのだとか。確かにカレーといえばインド発祥というのもわかりますが、日本のカレーは200年以上の歴史を経て国民食になっていったもの。すでにインドのカレーとは全くの別物なのです。実はカレーも肉じゃがと同様、海軍発祥の料理なんだとか。若狭舞鶴の地元で採れた人参、玉ねぎ、じゃがいもと栄養価の高い牛肉を煮込んで作られた海軍食だったんです。この食材の組み合わせには日本の知恵が詰まっています。牛肉には良質なタンパク源が、じゃがいもには炭水化物が、玉ねぎや人参にはビタミンが豊富に含まれているのです。バランスが良く栄養も抜群。しかも調味料が違うだけで両方とも簡単に作ることができるため、海軍の栄養補給にうってつけの合理性があったわけですね。そしてその栄養満点でシンプルな調理法は、除隊した軍人たちの口コミで広まり、国民的ソウルフードとなったのです。このような日本料理の重要性は、環境保護にも熱心なハリソン・フォードの金銭に触れました。食材の良さを余すところなく引き出す日本料理。食べ物に感謝し、食の多様性を受け入れつつも、自国の文化に合う形にアレンジして融合させる。その精神性によって、カレーや肉じゃがなどの多様な煮物が時代とともに進化し、地産地消をモットーに浸透していきました。これらの煮物は短時間で作れるだけでなく、保存も効くため、多くの家庭で今でも愛されています。日本は食べ物もモラルもレベルが高い。日本からアメリカに戻ってきたハリソン・フォードは、アメリカのトーク番組に出演した時に肉じゃがの発祥とその多様性を熱弁し、周囲を驚かせました。肉じゃがは日本のコンフォートフードだ。世界の料理をリスペクトして取り入れてきた日本料理だからこそ、日本人だけでなく世界中の人々に愛されるんだね。コンフォートフードとは、安心感や幸福感、郷愁を呼び起こす食べ物を指します。彼の息子ベンジャミン・フォードもロサンゼルスでレストラン経営をしています。フーズフィーリングステーションというそのレストランのコンセプトは、アメリカンコンフォートフードなのだそうです。ハリソン・フォードの食に対する思いは息子のレストランにも反映されているようですね。文化の融合、肉じゃがに込められた日本の美意識。お袋の味のイメージがある肉じゃがですが、簡素ながらも調和のとれた素材の組み合わせには、日本人の審美眼が現れています。赤、黄、緑の3色が織りなす彩りは美しく、嗅覚、視覚、味覚すべてにおいて楽しめます。食卓に豊かな彩りと深い味わいをもたらす肉じゃがは理想の家庭料理といえますね。また煮物は調理が比較的簡単でありながら、手間暇をかけることで一層美味しくなる料理です。出汁の取り方、素材の切り方一つで煮物の味わいは格段に向上します。手間をかけた分、料理に思いが込められ、心温まる一品が生まれるのです。火加減と時間管理も重要です。煮物は基本的に冷めるときに味が染み込むため、一旦冷ましてから再度温めるとさらに美味しくなります。このように時間をかけてじっくり味を染み込ませるという調理方法も煮物ならではです。つまり煮物には日本の和食文化が持つおもてなしの心が凝縮されています。一つ一つの食材を丁寧に処理し、時間をかけて煮込むことで食卓に温かみと安心感をもたらします。そんな肉じゃがだからこそ、お袋の味と言われる家庭料理の真骨頂なのですね。日本の和食の神髄である煮物の良さと異文化をふんだんに取り入れた料理である肉じゃがは、今や世界の人々の心に届く一品となっているようです。ハリソン・フォードはクリーンでヘルシーな環境保全の提唱者としても活動しています。アメリカの非営利環境団体コンサベーション・インターナショナルの取締役副議長として、科学と自然を最優先事項とする重要性を啓発しています。
現代社会において科学技術は私たちの生活の基盤であり、これを無視して非効率な昔に戻ることはできません。しかし無責任な人間の活動によって自然界が壊されようとしている今、科学と自然との融合のみが解決の糸口となるのではないでしょうか。ハリソン・フォードのこの肉じゃがへの郷愁は、単なるお袋の味への懐かしさというだけではなく、世界の融合にも目を向けるべきだという未来への警鐘でもあるのでしょう。自然は我々人間を必要とし、ないしかし我々人間には自然が必要だ。彼のシンプルゆえに突き刺さるこのフレーズを私たちも胸に刻んで生きていきたいものですね。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。確かに日本料理って多国籍の融合料理とも言えるよね。肉じゃがも美味しいけど、カレーや豚骨ラーメン、焼きそばなんかもある意味融合日本料理だよね。日本食といったら寿司や天ぷらが有名だけど、こんな多様な和食料理だからこそユネスコ無形文化遺産に登録されたんだね。ハリソン・フォードは本当に日本を愛しているようね。あんなに環境や健康に気を使ってるんだったら、日本の家庭料理に惹かれるのは当然といえば当然ね。肉じゃがの味はどの国でも好まれるファンタスティックなものだわ。私も大好きよ。日本料理が美味しいのは、まず多くの煮物で取られる出汁にあるんだよ。調味料もレベルが高いし、日本人の寛容な受け入れ姿勢がバリエーションの多様さに影響しているんだね。ドイツ人が肉じゃがより美味しいじゃがいも料理を作るのは無理なんじゃないかな。何が融合の文化よ。単に外国の料理を盗んだだけじゃないの。C 国や K 国が日本のアニメをパクるなんてよく言われてるけど、日本の方こそ言葉や料理までパクってるんじゃない。肉じゃがは日本人だけではなく外国人受けもいいみたいだね。確かに和と洋のハーモニーが感じられる日本ならではの味わいと言えるな。お袋の味っていうものは全世界に通用するんだね。いかがでしたか。日本はかつて C 国から儒教や仏教などが伝わったように、これまで多くの異文化を取り込んできました。そして明治維新の時は欧米文化を柔軟に取り入れ、世界との共生を図ってきました。この異文化を尊重し受容するという寛容さが文化の多様性を生んでいると言えます。そんな日本食の多様性がユネスコ無形文化遺産にも登録され、ハリソン・フォードの心にも響いたのでしょうね。肉じゃがには日本の食文化が色濃く反映されています。自然を受け入れ異文化を積極的に取り込む日本食の寛容さを今後も世界に浸透させていきたいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。